球に合わせたらこの三角形ですよね。それがこう構えます。この状態でまあボールを離すとこういう形になると思うんですけど、ね、この三角形というか三角形の窓、必ずこの三角形の窓の中を通してボールをこう見る。でこの時にやっぱ肘が開きすぎないで肩幅やや広めでこう構える。全部当ててしまうと発しにくいので、この指先のこの指紋のところでこうボールを弾く。で三角形のところから落ちてくるところを除いてしっかりこうパスするんですけど、こういう感じですね。手首と肘のバネを使って連続して10回だ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。慣れてきたら高く天井すれすれのところにこうできるように。立った状態でもこうですね。パス、膝のクッション、バネを使いながらやるとより一層素らしくなってくる。ボールばっか見て顎は上がりすぎないで裏で使いでしっかりボールを取る。まずね、まあ、こういうシングルパスですね。こういう右のシングルパス、右を例えばですね、20回やってみるとか、逆ができたら左10回やってみるとか、できなかったら最初両手でアンダーの位置でやってみるとか。こうやってボールをしっかりコントロールできるように、手首のこの位置ですね、ちょうどこの位置にボールを当ててパス、こんな先っぽに当てるんじゃなくてこの位置ですね。ちょっとこう絞って下に、そうすることによって面がしっかりまっすぐになって、自分の視野の中に手を入れない、自分の見えるところに面をしっかり作りたい。これがポイントです。ここら辺で取ると見えないですよね。パスがうまくできなくなってしまう。しっかり見える位置に視野の中に面をしっかり。なるべくこう構えた時の肩より上であればオーバーパス、下であればアンダーパス、そこの中間にこう構えしとく。例えばですね、手が落ちてしまってオーバーアンダーっていう判断になると、アンダーはすぐ対応できるかもしれないですね、下の位置で。でもここから肩より上に来たボールをオーバーでってなると、ここからここまでの動作が時間かかってしまいますよね。だからなるべくちょっとこう軽く前に手が出てた方が対応できるんですよ。